なるほど、難しいですね。お互いいい読み合いでしたが、さあ時報の、テクノワールの時報で出てくるのはアーロンのネクロですね。ほうほう、まあ、海外でのネクロなんですけれども、うん、まあ、日本在住ところでかなりサードをやり込んでいて、これ強いんですよ。すごい強いんですよね、うん、はい、渋いしね。関東の中でも結構指折りのネクロ使いになっている状況であります。本当そうなんですよ。さあ昇竜拳、元気のいい麻婆豆腐に対して、まあ、基本に忠実にですね、中パンチなどで攻めていくアーロンですが、かなり麻婆豆腐の勢いがいい。さあ比較的多くのネクロ使いはですね、剣戦は結構いけるっていう判断をしているプレイヤーが多いようでですね、アーロンもそれで出てきたのかな。まあ、引け中パンなどといった剣戦系がかなり、道義に対して相性はいいっていう部分はある。これですね、はい、これですね。発戦も早く、隙も少ないので、うん、そうですね、中足等の差し合いに対して、うん、まあ、読み合っていけるということで有効であると、はい、うん、素晴らしいですね。あの切り返しの昇竜拳も一旦ガードして、うん、はい、最大反撃からアーロンが、1ラウンド取っていきます。冷静にしっかりやってますよこれ、うん、さあここでブロッキングから SA がお互いに相打ちになっていく、かっこいいですね。そうですね、うん、いやあそこで単発で陣雷入れてた麻婆豆腐もすごいな。そうですね、まあ、アーロンが押されてはいたんですけれども、うん、自分の間合いを 取り続けている形になりますね、うんうんうん、ちょっとやりづらそうですよ。そうですね、はい、剣側の中足の間合いやダッシュ投げの間合いに入っていないので、うん、まあ、アーロンがかなり試合を抑えている形にはなっています。前ブロからうまいな、はい、中盤から中盤裏回りめくりだった、これちょうど溜まったな、素晴らしい。さあ起き上がり中台で、あー冷静、そのね1個前の中足が良かったですね、うん、あれで、うん、あれ食らっちゃうとね、剣側だいぶなんか動かなきゃいけなくなってね、で飛んだところに対空と、素晴らしいですね。あの落ち着いていて、はい、自分の制圧力を持って、ね。